やれるとは言えないけど、やるしかないんだ。勝利の栄光を君に。ノリス大佐は天田少尉に敗れたのね。ガンタンクの全滅と引き換えにね。間違いない、シャーダ、奴が来たんだ。ターゲットが来るぞ。アイナ、待っていてくれ。すぐに行く。敵の新型モビルアーマーはこの先です。天田少尉、君たちはギャザーロード隊の。今回私たちは挑発状態じゃないよ。久々に正式な舞台面で挑発ですね。俺に付き合う必要はない。俺は軍を抜けた身だ。天田少尉、敵前逃亡は中殺じゃ。逃げるつもりはない。アイナを止める。なぜそこまで。天田少尉さんはそういう心根の人だから。でもそれが歴史を作るんだよ。少尉、どうして軍を抜けるなんて。敵味方に分かれて戦ってはいても、いい人間はいる。分かり合えるんだ。俺にはそれがこの卑劣な戦争でのただ一つの希望だと思っている。でも私たちは戦争をしているんですよ。ミノ姉さん、ガンダムのやり取りは多いんだよ。そういう信念を持つ人が。みんなを巻き込んでしまって本当にすまない。それがガンダムに選ばれるということ。当たれよ。のパイロットアイナ・サハリンです。私は一時休戦を申し入れます。直ちに攻撃を中止してください。バカ。ケルゲレンが無事に脱出できればそれでいい。威嚇するだけで十分です。攻撃を外して交渉を。やっぱりアイナだ。これがアイナの戦い方なんだ。これから基地の傷病兵を乗せた艦を脱出させます。そろそろ火をつける。その間だけ攻撃をやめてください。見ていてください。これが私の戦争です。アイナ、やっぱり君は。急いだ方がいい。招待状さん。おかしい。展開は早すぎる。まさか、時間軸に狂った顔しているの？そこか！これはどうだ？かわせるか！よくやった。なんて動きなんだ。セリア！死ぬ！直撃させる。当たれ。スキアリー。これで行くよ。仕掛けろ。動くな。これはどうだ。かわせるか。当てる。くらえ。しくじったか。やられたのか。そう。レオユ、
サイハエが飛んでいるようだな。お兄様、目障りだ。アイナ、誰と一緒なんだ。ギニアスサハリ気質少将です。アクサイスの開発者で彼女のお兄さん。あの懐中時計の写真に写っていた実の兄。私の前に出てくると私からの楽にしてやる。落とす。僕が一番ガンダムをうまく使えるんだ。これで決める。うわあ、そこだ。かわせるか。いけ。消えてもらう。私の夢の障害になるものは全てすぐに楽にしてやろう。そこ。アイラ、やめるんだ。俺たちがどうして戦わなければならない。この人、私の身を案じて。正気か。連邦の人間を信用するなど。お前だとね。敵の冷酷さは分かったはずだ。でも復讐したからといって兵が生き返るわけもない。どうかな。お前との言葉が通じないようだ。あなたとはもうずっと前から私には。お前、投降しましょう。そして楽に見ましょう。貴様、抽選。まさか貴様なのか。お前のせいで妹は死ななければならなかった。撃ったのか実の妹を。まさか、ありえん。アイナを返せ。目を覚ましてくれ。死ぬな、アイナ。嘘だ。そんな。一緒になれた。生きていた。アイナが生きていた。弾が止まっている。兄がくれたこの時計がまた二人をつないでくれた。アイナ、生きていたのか。すぐ楽にしてやる。兄が妹を殺す。俺はお前を。アマダ少尉、アイナさんを連れて下がってください。ここはキャザーロード隊に任せて。イノ姉さん、ちょっと。すまない、ありがとう。何やってんの。トゥルーミッションなんだよ。私たちが成立させる。招待状。ジオン公国の栄光のため、我がサハリン家繁栄のために、無憐の炎に焼かれ灰となれ。私の夢。バカな、我が夢ここで朽ち果てるというのか。アプサラス3、撃破確認。これで手術が成立するはず。管理システムからの警告はなし。兵士との際は自動修復モードで対処。さくら、ごめん。やっぱり成り立たなかった。ボコボコを後でするとして、トゥルーミッションの再登録はできそうだよ。ともかくブレイクアウトするね。少しだけ歴史をねじ曲げちゃったのね。私、君には借りを作ってしまったな。行け。君とは何かと縁があるようだな。